下腹を引っ込めたい人は一緒にやりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹引っ込めるためにおすすめな腹筋を3種目紹介します。20秒を3種目しますんで、まあ、計1分間の腹筋になります。で、今回腹筋するときに使うものがですね、でーん、椅子。まあ、ほとんどの家庭に椅子はあると思いますんで、この椅子を使って腹筋をやっていきましょう。では説明します。はい、では椅子にですね、かかとを浅く置きます。この状態で、まず1種目目はですね、両足を椅子の上、椅子の下といった感じで足を伸ばしていきます。両手は手を下についておいてください。これをまず20秒間です。で、今度は片足ずつ動かしていきます。これを20秒間です。ラストは椅子の下で足を動かして、上半身を起こして20秒間床につかないように動かしていきます。できるだけ息は長く吐いてください。20秒動かしますんで、10秒間ぐらい息吐き続ける感じで動くとですね、お腹しっかり効いてきますんで、頑張っていきましょう。では行きます。できるだけ上半身も起こしてください。で、片足ずつ動かします。お腹をしっかり締めて、はい、ラスト20秒頑張ってください。上半身しっかり起こして残り10秒、お疲れ様でした。いやー、お腹痛いですね。下腹効いた人コメントください。いやー、しっかりね、下腹にたったの1分ですからね、しっかり効きますよね。たったの1分でも、これをですね、まあ毎日やってればかなり楽になってきますんで、ぜひともやってもらったらと思います。やっぱりね、息をしっかり吐くっていうことがお腹を引っ込めることに大切なので、下腹がね気になる人っていうのは、まず腰が床から浮かないようにドローインをした状態で、上半身をしっかり丸めてですね、腰を床につけといた状態で足を動かす。そうすることによって、骨盤がですね、前傾している骨盤が後傾できますんで、お腹をですね、出てるお腹がしっかり引っ込んで骨盤が後傾できますんで、まあ、しっかりドローインをした状態で足を動かすっていうのはとても効果的です。ということで、一緒に頑張った方、全部できた方、お腹痛いよって思った方は、ぜひともコメントとグッドボタンをよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。